タイトルですね。映画のタイトル、本当シンプルに「スタンド・バイ・ミー」ってポンって出てくるんですけども、1987年に公開されたハリウッド映画です。少年たちの永遠の友情を描いた作品であって、監督はですね、青春映画の巨匠ロブ・ライナーですね。感動できる名作なんですけども、ちょっとね、僕にとって不思議な部分があるんですよ。で、昔から気になってたんですけども、見直してですね、これ割と見逃しがちだけど結構不思議な部分を抑えようと思って解説します。ここを抑えるとですね、ちょっと見方が広がって深くなって面白くなると思いますんです。で、映画はですね、オレゴン州の朝から始まります。で、田舎道ですね、1台の車が止まっているということなんですけども、ここから先は、ネタバレ警報ですね。まだ映画見てない方とかですね、ネタバレが嫌いな人はですね、ここから注意してください。これスタンドバイミーは全部ネタバレの話になりますからですね、大丈夫ですね。で、朝ですね、車が止まってると。で、その車、小さく映ってる車にポンと寄るんですね。ポンと寄ると。で、オレゴン州9月の朝、1台の車が田舎道に止まっていると。中には1人の男が乗ってるのがわかるんですよね。で、車の中のショットになると、ちょっと一番下に行くんですけど、左右が入れ替わるんですよ。で、これずっと説明してる映画の文法ですね。つまり、画面に向かって左は、未来へ向かって進んでるんですけども、右に向いてる場合はですね、振り返るとか戻るという映画文法があるので、それで回想シーンにこれから入るよという時は、この右に向くんですね。真ん中ですね、弁護士のクリスがレストランで喧嘩に巻き込まれて死んだっていうですね、記事を読んでる。それでこう呆然と受けてるわけです、してるわけですね。男は車を止めてしまうほど、田舎道のど真ん中で車を止めてしまうほどのショックを受けたのは、この新聞を読んだからですね。死亡記事に出ていたクリスっていうのは、かつてこの男のですね、親友だった。男っていうのは、最後の方で説明しますけども、これはゴーディの未来の姿ということになってるんですけど、ところがエンドクレジットを見るとちょっと違うんですね。そこもこの映画のミステリーなんです。で、ここからですね、映画はですね、25年前の回想シーンですね。1959年の4月、回想シーンに入ります。映画のほとんど全てがですね、回想シーンというですね、ちょっと珍しい、あることはあるんですけど、ちょっと珍しいタイプの映画です。で、